ラブライブ、トマカの手が前座みたいな感じになって、まさかコラボやらないのか、からのみんなでダンスは、よかったよね。カノンとクークーや、クースミを大切にしてくれている描写があったので、もうほんと満足です。後親の前でもしっかり言えて、よかったです。でもまた来週別になるっぽいので、どうなるか楽しみですね。以上、ラブライブのお話でした。